ダイビルシャナ成物神変化事業は大乗仏教における密教教典である。成立時期には諸説あるが7世紀の中頃が温東な説である。インドから唐にやってきた全無と唐の学僧たちによって724年に簡約された。また812年にはシーレエンドラボーディとペルゼクによってチベット語に翻訳された。しかし、 サンスクリット原本は未だ発見されていない。チベット訳けに記されている、サンスクリット名は、マエベイラコナアブヒサンボーディビカービタアドヒシュタナ、バイプルヤストラインドレアラジャナーマダーマパーヤヤである。内容は、真言集の、いわゆる自奏と競争に相当する二つの部分から、成り立つが、前者である、タイ曼荼羅の作法や真言、密教の儀式を説く自奏の部分が非常に多い。 また、この部分の記述は、具体的であるが、師匠からの直接の伝播がなければ、真実は理解できないとされている。競争に相当するのは、入りンモ文重心品だけと言ってよい。構成は、ビルシャナ如来と混合種の対話によって、ンモ文を解き明かしていくという、初期大乗教典のスタイルを踏襲している。要定は、下記のビルシャナ仏が、如来の一切、 サトシサトシについて説明する部分において、母大心とは何かを説くところにある。ありがとうございます。